はい、どうも、じゃあ今日は1万円札を曲げてみたいと思います。1万円を曲げてしまう男。最強最悪の男だね、これもほんと。どうやって曲げるかっていうと、まあ、パ。この1万円をこうやって、パ。すごい！これはすごい！ 500 円玉は曲げれないけど、1円玉、1万円札だってできちゃう。このね、圧倒的なカリスマ性。さすがやなと思ったね、自分で。